25歳男性アプリで配信者をしています。男性アプリってなんだ。あ、25歳男性アプリで配信者をしていますと、はい。先日半年間ついてきてくれたリスナー、かっこ虚言癖とかではなくまともで真面目な23歳女性に、がんが転移していてあと半年だと今日余命宣告されたというご報告をいただき、そのまで自分の納得できるコメントフォローができませんでした。かっこ最高な人生の見つけ方、モーガン・フリーマン映画を持ち出し、半年でやりたいことに優先順位をつけて必ず達成しようみたいなことしか言いませんでした。ゆるゆきさんなら余命宣告された年下のリスナーに何と声をかけますか。力也さんの配信とか見せるんじゃないですかね。あのすげえ楽しそうに暮らしてるんで結婚するといいんじゃないですかみたいな。あの力也さんっていうあの、ニコニコの生主の人がいて、ちょっと前だとなんかあの綿あめ屋になったりとかで結構話題になった人なんですけど、であの人ががんになった後、21トリソミーでした、すみません、がんになった後に結婚して、でまあ、あの結婚して楽しくやってますみたいなの流してるんですけど、でまあ外から見てる限りは楽しそうなんですよね。まあ実際にその本当にきついかどうかって、そのまああのうすこさんっていう彼女さんがそのどこまできついかやっぱり外にあまり出ないんですけど、まあとはいえ力也さんとうすこさん自体は楽しそうに暮らしているので、なのでがんになってその先がないかもっていう状態でも全然あのまあ人生を楽しんでるなという気がするので、なのでそういう人もいるので、まああの幸せに暮らしている人っていうのを見せればいいんじゃないですか。あの人はどうせいつか死ぬんで。